こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も雑談をしていきたいと思います。ツイッター上で見つけた情報なんですけども、クールジャパンを生かした地域づくりってですね、なんか内閣府の資料があって、リンクは説明欄のところに貼っときますけど、そこにクールジャパン関連分野のマッピングと効果的な発信というのが図になってんですね。で、日本のその文化、まあいろいろ、何ですか、精神と物質、ポップと深淵というのが縦軸横軸になってですね、なんかマッピングしたんですよ。で、なるほどなと思ったんですけども、まあ今その、何ですかね、その地方創生っていうか、クールジャパンを生かして、まあ、町おこしをするっていうのを、まあ、国が主導でやってるみたいなんですね。だからこのこう内閣府の職員の人が作ったんでしょうね。でまあ画面に貼ってありますけども、うん、まあどういうのが日本文化の売りかってことですね。で、その深淵とポップっていうのがね、これ笑っちゃうんですけど、ポップって私この前調べたら、ポープの意味ですよね。ポープってローマ教皇のことポープって言うんですけども、ポップカルチャーっていうのは世界で普遍的だってことですね。それはカトリックの教義が普遍的だみたいな、ローマンキャソリックがね、ポップなんですから、まあそれとかかってるんだと思うんですね。それとあとはなんかそのポップコーン的な、その弾ける的な軽いっていうことを、まあ両方かかってんじゃないかななんて思うんですけども、まあそう考えれば、まあポップなものっていうのは世界で普遍的に受け入れられるもので、深淵っていうのはまあ民族の固有のものってことですよね。まあそう考えれば神話とかね、禅はどうだかわかんないですけど、禅も普遍的なもんだと思いますけどね。まあ武士道とか、まあ神社仏閣っていうのは、まあ確かに民族固有ってことですよね。だけどスイーツとかコンビニとかウォシュレットとかっていうのは、まあポップだってことですよね。なるほどね。で、まあ、その、文化で町おこしっていう考え方自体はいかがなものかと思いますね。だからものづくりでね、今まではその工場を地方に建ててですよ、食を作るっていうことで地域づくりしてたと。今だから観光業をどんどんやっていくってことですよね。今なんか中国が春節っていうお休みなんですよね。でなんか海外にかなりたくさん出国してるらしいんですよ。で一番行くところがタイらしいんですね、今。タイと2番目は日本なんですね。で、今まで3位が韓国だったんですけど、韓国がサードっていうミサイルをね、迎撃ミサイルシステム入れたんですね、国内にね。そしたらそれが、何ですか。まあ中国の、その、軍事施設も監視できるようなレーダーかなんか使ってるってことで、まあ中国が反発して、韓国へのその観光を見合わせるようにって当局が言ってるもんですから、まあ、全然今年は中国人観光客が韓国に行かないみたいなんですね。まあ日本はね、一応そうなってないんで、まあたくさん来てお金、1人当たり20万円ですね。1回の滞在で1人当たり20万円ぐらい落としてってくれるらしいんですね。っていうことですよ。で、まああと、まあ中国人ばっかじゃないですね。台湾人は世界一お金持ちじゃないかって今言われてるらしいんですけども、まあそういうところでお金が、まあ観光地に落としてほしいってことですね。だからまあ外国人観光客ですね。今どこ行ったって外国人しかいないと思うんですけど、観光地ね。そういう人に、まあクールジャパン関連の、その、なんか消費してもらうっていうことですよね。まあ、こと消費って言葉ありますけど、なんかだから、茶道を体験してもらうとかね。だから飲食はね、スイーツとか和食とか日本酒っていうのはまあ、その場で、あれですけど、まあ、着物着てもらうとか、
座禅組んでもらうとか、伝統工芸なんかね、やってもらうとかっていうことをやりたいんで、そういうのをなんていうか、内閣府主導のもと、どうやってパッケージ化して、効果的に発信するかと。まあ、効果的に海外に発信するってことですね。観光客来てもらえるように、その魅力を分かりやすくパッケージ化して知らしめるっていうことを、まあやってるとこういう図になるってことだと、まあ思いますけども。これ、日本のだけ作んないでね、アメリカのとかも作ってほしいですよね。フランスとかね、中国とか韓国とかね、台湾とかね、こんな風に。まあ、一話でもこれもうなんか文化を消費するっていう視点でしか見てないから、なんか、すげえなと思いますけどね。マッピングしてここにいくら お金が落ちるように最適化するみたいな考え方自体が、なんか安易だなって思いますけどね。まああんまりでもそういうこと気にならないで、まあ生産性革命ってことですね。生産性を上げて効果的な発信して観光客がね、チャリンチャリンってお金うまく落としてくれるようにマッピングしましょうってことなんですね。右の方に面白いことがあったんですね、下の方に。茶道ですね。お茶碗を二度回し飲むという作法の説明ではなく、それが何のために行われているかが分からなければ、外国人にとって意味不明の動作にしか見えませんって書いてあって、これは外国人の人が言ってんですね。そりゃそうですよね。なんか抹茶かなんか飲むときに2回、回すわけですね。あれ何のためにやってんですかって言ってね、説明できる人なんかなかなかいないと思うんですよね。だから本質的な理解が必要だってことですよ。効果的な発信って上っ面の効果的な発信じゃなくて、来た時に、ああ、なるほど、こういうからくりになってんのかって、説明するってことですよね。それは結構難しい話ですよね。なんでお寿司は、お寿司って何ですかとか言われててね、説明できないじゃないですか。あんこって、こしあんと粒あんって何であるんですかとかね、言われてもね、なかなかスイーツの説明だって難しいし、なんで恵方巻き食べるんですかとか聞かれたってね、なんかこれ、すごい説明難しいですね。なんでお尻にお湯を当てて洗うことを始めたんでしょうとかね、もう結構、説明するの難しいし、まあ、そんなこと思いましたね。あと、現代アートっていうのは生活文化に入ってるんですけどね。現代アートって何なんですかね。日本の現代アートってなんか村上隆さんみたいなやつのこと言ってるんですかね。これもよくわかんねえなと思って。まあ、草間彌生さんとかああいうのか。なんかまあ、具体的に何のこと指してるのかわかんないんで、ざっくり能と歌舞伎が一緒になってるとかも、雑すぎんじゃねえのかと思いますけどね。禅と武士道が一緒だとかね。なんだか、どうなんかなとは思いましたけどね。着物と原宿ストリートファッションとかね。まあ、すごいなと思いました。ただそれだけなんですけども。まあ、今日はそんな感じです。まあね、自分でもこういうの作ってみればいいのかもしれないですね。日本文学とかはないんですね。漫画、アニメ、ゲーム。村上春樹とか。村上春樹ってのは現代アートに入るんですかね。村上春樹さんで町おこしっていうのはまあないでしょうね。なんかなさそうですよね。相性悪そうだ。まあ、でもね、その、夏目漱石とかね、夏目漱石ゆかりの、作品のゆかりの地に、ね、修善寺に行くとかね、ああいうのはありそうですけどね。まあそんなこと思いました。ということです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。